今会いたい人に会えるとしたら誰に会ってみたいですか？もしくは最近リアルに会えてうわ嬉しかったという人いますか？大喜利タイムですね。いやいや、まあ、いやなぜそう言っちゃうんですか？本当僕ら二人が大喜利にしないといけなくなっちゃうんですか？最近渡辺謙さんに、映画デビューが12歳の頃なんですけど、その頃にあのラストサムライっていう映画に出まして、けど最近あのお見かけして個人的にすごい嬉しかった方が、あのニコール・キッドマンさん、ニコール・キッドマンさん見て、はっ本物だって思って、僕はですね、仮想空間だから実在してない、でもいいんですよね、北斗の拳のケンシロウっていう主人公がいるんですけども、ケンシロウのお兄ちゃんがラオウっていうんですけど、我が生涯に一片の悔いなしっていうあの名言を言う、あのどでかい王とかいるんですけども、ラオウが乗っている馬、国王に乗って、あの見てみたいですね、国王っていうあの馬がいるんですけども、蹄が象の足跡ぐらい大きい、これは国王だラオウだって言って雑魚キャラがうわーって言うんですけども、僕国王が好きすぎて小学3年生の時に母親に、あ、両親に買ってもらった黒い自転車があるんですけども、それ国王って思いながら名付けて乗ってたぐらい好きだったので、国王にいつか会ってみたいなって思いますね。最後は大喜利になって終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。